おはようございます。今日は8月23日、また週が明けましたね。で、まだ相場は動いてないんですけども、時間が5時2分ということで、今日も先週を振り返りながら今週の相場解説をやっていこうかなと思っております。まあ FX で勝つのはね、なかなか難しいかなと思いますけどね。どうぞ。まあ FX で勝つのがなぜ難しいかっていうと、私は3つのセクションに分けています。1つ目はやっぱり暗記する項目がちゃんと暗記できていないと、こういったチャートを見た時にね、思い出せるものがないんですよ。やっぱりこう気づきってのは思い出すってことでもあると思います。学んだこと、覚えたことを思い出して、あ、ここではこのパターンが生きてるよねとかね、ここではこんなフォーメーションが見えるよねっていうふうに、この今ね、週足を見てるところでも、まあ、いろんなイメージが重なっていかないといけないと思うんですよ。で、今回ずいぶん長い間やってきましたので、私なりのオリジナルのフォーメーションがもうすでにできて上がってます。まずね、このあたりですね。これもうしつこくもう何年もやってるみたいな感じになっちゃいますけども、こうやって横線を引きますよね。で、ここに当たると跳ね返るよというところがあります。ちょっとここはね、下の方に行っちゃいましたけどもね。で、エリオット波動っていうのをちゃんと学んでると、エリオット波動がこの中に見えるわけなんですよ。ここからスタートして推進波があって、第3波があって、第4波第5波でまずできていると。で、調整波が1、2、3って形ですよね。で、調整波が終わった後、こちらを抜いて上に上がっているというところでございます。これで一つね、呼吸ができてるわけなんですよ。で、その後なんですけども、こういうふうなね、下がっていく、なんですかね、トレンドラインを引きましたけども、どうですかね、これで間違いなかったと思います。この方向性もずいぶん前からずっとお話ししていたところだと思います。相場っていうのはね、こういうふうに下がって上がってみたいなことを繰り返してまた下がるわけですよね。まあ、ですんで、その下がりが来てるんではないかなと思ったんですけどね。というのが、頂点がここなんですよ。ここもまあそうですけども、で、ここに当たってる以上、ここを破らなければあとは落ちていくんだろうなっていうところなんですよね。そういうと、これはすごく大きな、こういうふうなレンジでできているとも言えるんですよね。こういうのを整理しながら進めていくことが非常に大事です。ですんでね、よく言いますけども、ここに当たったら買い、ここに当たったら売りで、まあ当面は大きく負けることはないってことですよね。これをまずは覚えておきましょう。ね、これをつかめるようになるといいと思いますよ。レンジを見極めて、レンジでどこで反転買い、反転売りが起きるのかってことですよね。じゃあ次の時間軸見ていきます。次はデイリーですね、はい、デイリーは毎日見るわけなんですけども、ここで言えることっていうのは、まあ、こういう風なね、チャンネルラインが引けるよってこともあるんですけども、ずっと話題にしてたのは頭が決まっていて上底ですよね。上底、上の底って書きます。で、下底、下の底がこういう風に広がっていたよねってことをずっとお話していましたけども、でもそれも先週改めてね、今度はこういうふうに横で見ないといけないよねと。まあ、日で言えば4時間とかで分かりやすいんですけども、収束をこれからしていくんではないかなって形もね、出てきました。収束。要するに、ペナントですよね。で、ペナントの次っていうのは、横ばいからブレイクみたいなことが起きますんで、これ私が何言ってるのか分かりますかね？これが何言ってるのか分かんなければ、もうほんとこの辺で苦痛になってきたり、ちんぷんかんぷんになっちゃうから、やっぱ基本的な用語とかね、概念っていうのは、頭に入れといて暗記してくださいってことを一番最初にお話しました。暗記があって、それをもとに今私がやってるような実践があってね、トライがあって、で、最終的にはお金を入れてエントリーしますから、ここではね、根性がいるんですよ。ね。だから精神力鍛えておくことも大事ですよって、この3点セットです。で、この3点セットができていない、積み上がっていないとダメなんですよ。まず精神力があっても暗記ができていなければ全然勝てません。で、暗記ができていても、こうやって今やってるみたいなね、実践、トライアンドエラーを繰り返しやってないと、やっぱりね、勝てません。で、暗記もできている、実践もできているけども、精神力が弱かったら今度ね、お金を投入することができないんですよ。やっぱりね、数百円でも数千でも、FX にお金を実際に入れてみると、結構ね、精神きますよ。それを、いずれはね、毎日毎日、数万円単位で勝負しようっていう話ですから。じゃないとね、やっぱ大きく勝てないですからね。FX で生活できないですから。
なんかこの3つの階層でね、鍛えていっていただきたいと思います。暗記、練習、精神力ですよ、うん、じゃあ4時間の方見ていきましょうか。4時間の方は収束しているなというふうに私がね考えてますよ。こういうふうにどんどん縦揺れがなくなってくるんですよ。縦揺れの幅がね、最初はこれだけの幅揺れてたでしょ、次はこんだけの幅揺れてたでしょ、それから若干ちっちゃくなりましたよね、もっとちっちゃくなりましたよね、で今もっとちっちゃいわけですよ。こういうふうにで、しまいに横ばいに入っていくんですよ。買いと売りのバランスが取れていって、そして最終的にはどっちかに抜けるんですよ。この繰り返しを呼吸のように繰り返すのが FX です。この感覚がつかめるようになると、どこでレンジに行けばいいのか、どこでトレンドに乗っていけばいいのかってことがわかるんで、大負けせずに大勝ちがあるという状態ができます。これがリスクリワード 3.1 です。1時間の方見て今週を占っていきます。はい、まあもうお分かりだと思いますけども、これもねこういうふうに収束してるように見えるでしょ。だからこれからは横ばいが強くなるんですよ。上下の売れ幅はちっちゃいです。横ばいの方に揺れていきます。今までは上とか下に触れていたんですけども、だん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 こっちの横の方向に触れるようになるんですよね。で、FX ってのは上がるか下がるか、そして横ばいかの3つの事象でできてますけども、今はその3つの事象のうちの横ばいが起きつつあるよってことなんですよね。で、横ばいがある程度まで極まったらどちらかにブレイクします。その時私がブレイクしそうな方向として先週まとめたのが、下の方向にブレイクするんじゃないのというふうにお話したんですよね。それはなんでかっていうと、まあいろんなところで理由は決まるんですけども、週足見てください。もう一回週足のレンジ見ますよ。こういうふうにレンジがあるでしょ。下の方向に行くって先ほど言いましたよね。で、一番最初にも、ここに当たったらセル、ここに当たったらバイ。っていうお話しましたよね。じゃあ、全体的にはセルの方に向かうっていうふうに、考えられるんじゃないですかっていうところと一致するわけですよ。よしですかね。いや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 、まあでもね、分かっていてもなかなかね、その場になるとエントリーできなかったりとか、もしかしたらと思っちゃうのが FX です。だからそういうふうな気持ちの揺れをなくすために、精神力も鍛えていかないと、実際にお金を入れてねエントリーができないですよってことなんですよ。で、この FX で鍛えた精神力っていうのは実社会でも使えていく精神力ですよ。うん。まあですんでね、結局は人間は感情の生き物ですから、感情を制御して、怖いとかね、恐ろしいとかね、楽しみだ、こういうのを制御して、身を取っていかないといけないと思うんですよ。そのために必要なのは精神力なんですよね。まあ昔仇みたいな言い方になっちゃいますけども、結局はね、根性論なんですよ。うん。で、自分の、このね、行動を促すものは自分の精神力でしかないですからね。精神力弱い人は自分の決断、これできないんですよ。自分の行動にゴーサイン出せないんですよ。みんなの意見が気になるんですよ。でも、FX をやる上で、人の意見って必要ないですからね。むしろ大部分の人が負けるってことは、たくさんの人の意見を聞くと、負ける人の意見を聞くことになっちゃうんですよ。で、何が正解かわからない。っていうことになっちゃいます。まあ、ですんでね、自分なりのトレードを作っていくことが大事です。最初は基本的なことはみんな一緒です。1、もう本当にみんなで覚えないといけないところがあるんですよ。で、みんなで学習しないといけないところがあります。最終的には自分の決断ですよね。まあ月並みな言い方ですけども。まあですんでね、補助線をちゃんと引くこと、毎日。で、補助線をスラ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 引けて、それに対してなんでこの補助線なのか、どういう根拠なのか。根拠ってのは一番最初の暗記することっていうやつですよ。で、その暗記したことを取り出してきて、だからここはこうなんだっていうふうなフォーメーションが引けるとかね、レンジに偏るっていうふうなね、判断ができるとか、その上で実際に入金して自分の構想を自分で買い取ることができるのかっていうところですよね。それを繰り返していくことだと思います。もちろん100発100中で勝つことはできませんけども、6割勝って4割負けるぐらいのことだったらできるんじゃないかなと思いまして、私はこの6対4っていうのをね、速稼塾式 FX 術やおすすめしております。それでは本日は以上です。ありがとうございました。